てそれを出す、うん、ラーメン屋さんのコントをちょっとやってみたいなと。おお、唐突ですねラーメン屋さんのコント。そう、うん、ラーメン屋さんもこうね、欲しいお客さんとか来たりするわけじゃないですか。ああ、分かったよ、ね、昔は。あ、ラーメン屋で働いてたからね。そうそうそう、僕、清水沿いのラーメン屋さんで働いてたんですけど、そこはね、もうね、もう夜中とかえぐい、お客さん怖い人ばっかりでした。何時まで開いてんの？ 24 時間。あそこのラーメン屋、うん、これ働いてるとこ。いやいやいや、朝5時までとかだったで。ああ。そう。で、週末だけ朝6時までとかだけど、うん、もうね、もうベロベロの、もうほんま、怖い人来んねん。うん、めっちゃ。ほんまくんねん、ペット入れたらあきませんよって、なんで入れたらあかんねん、ゴラーってそんなんで怒られるみたいな、ご飯屋さんですけどみたいな、いやいや、こしいね。そう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 、ちょっとそんな、本当、ほな、うん、やってみよう。ちゃんとつけてやな、やる言うとったんちゃうかも。おどないすんねんお前、おいつまで終わんねんその話。ああ、分かった。な、2時間後にな、うん、ちゃんと結果つけてお前話持ってこい。分かったの。はい、ちゃうねんてお前。すぐ終わる言うとったんちゃうかこれ。お前の知り出し悪いんちゃうか。すみません、おい、そうかもわかりません。あ、ちゃんと伝えたよな、はいはい、頼むよ、ほんま。で、こうまいんか、めっちゃ美味しいっす。ほんま、うまいんか。めっちゃ美味しいっす。ほんま、うまいんか、ここ。はい、美味しいな、ここ。はい、美味しいです。おすすめない？ラーメンです。ラーメンか。はい、何ラーメンがおすすめや。醤油ラーメン。醤油か。はい、あ、俺醤油好きやわ。あ、はい、醤油好きやわ。はい、うん、それでここに、うん、ここに、あ、連れてきてくれ。はい、醤油が美味しいからやる。はい、はい、うん、汚いせやな、お前。あ、それもまたいいところ。床もびっちゃびちゃやし、お前めっちゃびちゃびちゃびちゃ言うてるやんか。あ、すいません。そうしたらてるのじゃんか、これ。すいません。お、はい、大丈夫か、お前。すいません。ちゃんと気にせえよ、お前。はい、あ、ちょ、また電話かかってるわ。あ、ちょ、はい、頼んでて、頼んでて。あ、ちょ、頼むで、ほんま。いつも来てくれてありがとうね。あ、いい、うん、ちょっと、先輩。あ、そうです。お仕事の先輩。仕事の先輩です。ちょっとあれね、あの、栄養に言うと、あの、嫌な感じがしてね栄養に言うと、栄養ね、はい、あの、もういつも来てくれるから、もうお茶も大田君のこと息子みたいに思ってるから。あ、ほんまですか。ああ、ありがとうございます。もう大田君がもうあんなん言われてるのもう心苦しくて。いや、なんかお茶でもなんかわーって言うてすみません。いやいや、もうお茶は別にええねんけど、大田君に言われてるのがもう守ったらなと思って、もう大田君のことは絶対守るから、お茶は僕すごい来てますもんね。もう、ほんま息子やと思ってるんで。ちなみにそんな変わらないと思う。いや、もう、あの息子はちょっと、え、息子は言い過ぎか。息子みたいなもんと思ってるから。あ、みたいな。あの、ラーメン2つでいい？あ、そうですね、今日僕どうしようかな。あの、先輩のは醤油で、うん、醤油好きなんで、はい、僕は今日、あ、味噌で。味噌。はい、あ、はい、なら、あの、ちょっとやら先輩のやつはお茶、あの、つば入れといたるわ。えお茶、つば入れといたるわ。もういい、あの、やな感じの先輩のない。いや、いや、そこまでいいです。いいよ、いいよ、遠慮せん。いや、いいです、いいです。遠慮せんでいいから。そんなんすば入れといたら。すば、大田君、味噌ね。あ、味噌です。味噌は、あの、煮卵を無料でトッピングつけとく。ああ、すいません。サービス。すいません、うん、ありがとうございます。先輩の方はつばサービスしといたら。つばサービス、まあ、いいです、いいです、いいですって。え、いいです、そんな。いや、もう、あんなことを言う子はない。なんかあれですね、リアルな感じですね。ペペとかじゃないですね。ちょっとずつ。いやあ、なんかあれですね。寒いお出たい。いや、もう、まあ、あんな言い方したのか。置いといたら。見たことない色か。
太田くんのは。あ、はい、煮卵ついてる。わあ、うそ。うわ、味噌ラーメン。あ、ありがとうございます。はい、ラーメンできたね。はい、お、これか。はい、これか。はい、面白い。ああ、まあこれね。これ味噌です。これ味噌か。はい。こっちもせよ。いや、いつも醤油食べてあるから。これ味噌やんな。いや、味噌。ちょ、たまには味噌もええな。ちょ、味噌にするわ。お前これって。お前これ食え。俺味噌食うわ。でもここは、うん、醤油が。醤油を一番売りに。そうなんですよ。あ、それ言うてたけど、はいはいはい、見たらこっちの方がうまそうやから。あのうちのお店、あの味噌ラーメンはすごいまずいんです。そうです、味噌ラーメンめっちゃまずいんだよ。まずいんです。まずいか。うちあのまずい、まずい味噌ラーメン。まずい味噌ラーメン売りなんだ。は売りにしてないんで、味噌ラーメンはあんまり。何してんのお前ら。え、何や、これ食うてほしくないみたいな感じ出してるやんか。いや、そうです。あのこっちの方がね、絶対おすすめなんです。醤油をね、絶対さっき醤油を食べてから、醤油を食べてから。僕は何回も食べてる。じゃあね、今日ちょっと言い荒れてんねん。昨日飲みすぎてるから、なんか味噌がちょうどええねん今は。俺こっちにするわ。いやそれなんでそんな困るの。いや、味噌の方が言い荒れますよ。なんでそんな困るの。なんか入ってるのこれ。いや、かんない。なんか体が悪いものとか入ってるのかこれ。あ、いや、何も入ってないですよ。毒とか入れとんのか。いや、そんなわけないじゃないですか。おなか食えるやないか、お前これ食え。いや、食える。お前これ食え。なんか入れとんのか、これ。いや、あの、なんか入れ、お前なんか入れたよ。入れてないです。お前なんか入れたよ、これ。お前なんかとは、なんか俺、おらん間でなんか喋っとったやろ、お前。なんか言ってたやろ。喋ってはいました。なんか言ってたやろ。なんか俺のことなんか言ってたやろ。言ってたやろ。おしゃれハットの先輩。あ、そうです。うん、男前でしょう。男前やろ。はい、ありがとう。じゃあお前これ食え。だから、いや、食えよ。どう、なんか入れてるやろ。いや、なんもない。絶対なんか入れてるやんけ、女の。なんでこんな抵抗すんだよ、女。いや、あの、全然な。お前ちょっと食ってみろって。だから抵抗じゃん。そんな毒とかそんなお店に毒なんてないですしね。そうなんですよ。そんな毒を入れることはできませんし。あ、そりゃそうやろな。あの、唾を入れただけなんで。あ？あ？なんて？え？なんて？唾を入れただけです。唾を入れた？はい。ラーメンに唾入れた？入っちゃったのかな。入っちゃった。唾が入れたんか、お前。唾がお前が唾入れたんか。おい、そういうことや。おい、最近顎の締まりが悪くて。おう、ほんで唾というか。で、俺が食べようとして醤油ラーメンにお前が唾入れたんか。唾を入れて。先輩、あれです、そうです、太田君が唾入れてくれって言ったのでお前が入れたんか。いや、違います。どうだよ、お前。違います。どういうことだよ、お前。お前やるのよ、なんか。お前、いやいや、違います。ああ、もういつか、いつか、あ、これあいつのラーメンに唾入れといてくれって。お前がやるんだよ、これ。あ、あれですよ、唾ってなんか勘違いされてると思うんですけど、燕の巣です。燕の巣。燕の巣です。燕の巣入っとんのか、これ。燕の巣か。燕の巣です。違います。何入っとんねん。おっちゃんの唾。おっちゃんの唾言うてくれよ。おっちゃんの唾言うても取れないかよ、おい。全然今いけそうやった。お前おっちゃんの唾言うても取れないか、お前。あ、いや、それはでもそんな僕に入れるなんて絶対言いませんもん、そんな。入れても言うてくれないか。な、入ってないと食えよ、お前。全然入ってないです。じゃ食え。おたくん。え、食べ。食え。食べるしかない。食え。早く食え。お、食えるやろ、お。じゃんけんします。じゃんけん、なんでじゃんけんせんの。なんでじゃんけんせなあかんの。お前の声や、お前。入ってないやろ、これ。入ってないです。ほな、早く食え。早く食え。胡椒使っていいですか。ええよ。入ってないやろ。はい。食えるやろ。はい。早く食え。胡椒。うん。早く食え。豆板醤とかないですか。早く食え。
ラー油入れよう。時間稼いだな。早だね。早く食えるやろべ。相手変にやって食えるやろべ。味噌ラーメンが好きなんです。ほんでその妹はせっちゃんって言うんです。うん、せっちゃんは、体の具合が悪いです。今がだから、本当は私は病院にいないといけないんです、お兄ちゃんとして。うん、でも、先輩がお腹減ってるからちょっと行こうぜって電話くれたんで、妹が体具合悪いけど、先輩の方を選びました。うん、妹が好きな味噌ラーメン。を食べることがせめてものあれちゃうかな。あ、太田君の妹のせっちゃんさっき食べに来てました。早く食えよお前。早く食います。食えるか食えるか。よろしくお願いしますの方がいいのか、いやチャンネル登録よろしくねの方がいいのか、どっちなん。いや、まあ、こうフレンドリーな感じでいくとよろしくの方がいいから、よろしくで止めちゃう。チャンネル登録よろしくね。